おお、門番の方かではないか。ゆめみさん、門番じゃなくて番人で見なさいこのデゴイチを。話をそらさないでください。ってどこから持ってきたんですか？それに貨車もつなげちゃって、今夜のお供よ。なんか面白そうだから車高で点検してもらったの。面白そうだからって。急に何か来たと思えば、彼が今夜のお相手様よ。また男性ですか？クバンは男との対決なんてめったにしないんだから。いや別にそういうつもりで言ったわけでは。あ、こちらに来られた。よろしくです。こちらこそ。そちらのあなた様は？二かと申します。以後見知りおきを。自己紹介をありがとうございます。それで、なぜ蒸気機関車を、そんな旧式の車両で走るんですか？見た目は確かに古いかもしれないけど、ちゃんと点検をしてくれたハイテクカーなのよ。しかも噂によると見た目が吸血鬼の変な霊がいて、それで飼っているとかなんとか？なんですかそれ、奇形獣の霊でも憑依しているんですか？コウモリ霊とか、ケーキに行ったらなんて答えるかしら。突然誰かと思ったらお前か、この113系についてこれるかな？そんなに飛ばしちゃっていいの？たった今仕掛けたばっかりだってのに。誰が運転しているのかは知らないけどちゃんとついてくるんだね。あなたは何も思わないんですか？それでバトルすることに。最初は私も思ったわよ。でもいざお試しで走らせてみたら意外と面白くてね。結構しっかり走ってくれるの。加速はむっちゃくちゃ遅いけど。なるほど。それは期待しても良さそうですね。加速を期待されてもな。ところでクタカさん。はい。あなたも走りませんか？私もですか？あいにくこれは180どころか140にも届かなくて。あらじゃあこうしましょう。一つお隣の新大阪から、途中の竹豊まではクタカと秋葉さんが走る。そこでクタカは退避して私とチェンジ。竹豊からは私と秋葉さんが戦う。いいですね。それで行きましょう。でも私のこれで相手になるかな。普段より遅いバトルをするのも悪くはないですよ。じゃあカタツムリを3匹用意してどちらが先に先着するか。それは遅すぎます。よく言うよゆめみさん。結局乗ってしまったけど。懲らしめてやらないとね。少なくとも機動車や SL が相手、俺が負けるなんてありえない。って言いたいところだがな。本当にいいのですか？この車両はバトル用ではないのですが。バトル用じゃない？道理で120までしか出せないわけだ。まあでも大丈夫。ハルトまでは合わせてくれて抜きに来ないはずだから。それに私は後ろからじっくり見ているから、抜かれても竹豊までは焦らずに行ってちょうだい。わかりました。来たか。まあまずはゆっくり肩慣らしだ。お手柔らかに頼むよ。あなたに満足していただける走りができればいいのですが、途中までどうぞよろしくお願いします。始まってすぐだけどなかなかいい走りだね。高野261、思っていたよりよくやっている。でも本題は後ろのデゴ1だからな。今はあくまでも緩く走るだけだ。抜きに来ない。私はあくまでも前半担当。ゆめみさんは後追いスタートになることは決定している。だったら今は今の走りをするだけ。高野秋葉さんも慣れた走りね。車両の差もあるかもしれないけど、運転手のテクも絡んでいそう。走らせるやつによって色々変わってくる。まあこっちの場合はある程度共通されているところがあるけど。あ、ここで抜かせてもらうよ。あ、抜かれた。まあ当然か、180出せないし。高さんの走りも悪くなかったけど、後ろは確実に追ってきているからね。やっぱりここで抜かれちゃったわね。でも二日は十分戦ってくれた。その走りを無駄にしないためにもしっかり走らないとね。そうね、そうこなくちゃ。石もぴったりね。ところで誰？私はこいつに用意している、霊力持ちのレミリアよ。なんだって、あの言ってるレミリアとは別よね。私どんな扱いをされているの？あなたが終点に着くまでの短い間だけど、よろしくね。って、どうやって？細かいことはまたの使い。あとは頼みましたよ、ゆめみさん。よし、信号開通。一気に追い詰めるわよ。はや、すごく力強い走り。私も後を追いかけよう。対比だけあってすぐ出てきたわね。まあ置いていくけど。ついてこられるかな、こいつの走りに。ま、無理だろうけどね、相手は SL なんだから。後ろの重いやつ切り離しなさいよ。悪いがそういうわけにはいかないんだ。あれはあれで後の研究に使うから。自分からさらにハンデを背負っているようなものよそれ。それに今やったら二かにぶつかる。ドリフトで隣に移ればよくない？それができたら苦労しないよ。なんで私を取られているの？あのちがちゃんと走ってる。南さんが乗ると、どんな車両でもこなしてしまうのかな。すぐ後ろにいる、俺の走りが負けているっていうのか、そんなことあるわけがねえ。あのデゴイチ、一体何なんだ？からずっとストレートだったけど、もうすぐ日ヶ丘本店ね。本番はそこからよ。あなたの足も頼りだからね。振り切れない、なんてお方なんだ。かなり安定しているわねこの車両。脱輪が全然ない。フリップとか粘着性とかそこら辺はバッチリよ。あとは加減速をどうにかしてくれたら完璧かな。あ、それはちょっと勘弁してほしいわ。はあ、俺の走りが蒸気機関車に負けている。そんなことは信じたくないしありえない。まだ半分以上も後ろにいるんだ。焦る必要はない。やっぱり60キロも差があると無理ですね。ここからだとギリギリ横の姿は見えそうですが、見えないかな。じわじわと追い上げてきている。相棒の足をこんなところで使い切ることなんてできない。ここは相手の方が不利だから、今のうちに少しペースダウンだ。こんな坂より薄めるわ。おう、じゃあエコマケーブルをこれで登ってもらおうか。登れると思う？やればできる。あんた私をなんだと思っているのよ。やばい、ペースを落としすぎた。どう？勝てそう？潜在でうまくいけば。なんでそこなのよ。そこで2200系を追い抜くんだ。バトル前にその話を聞いている。分岐側に進路を取るから、そこで仕掛けるって話よ。ポイントの通過なんて慣れた話よ。絶対に脱線しないわ。フラグかい？そんなまさか。ゴールまであと少しだ。ここまで来たら絶対に抜かすもんか。さあ行くわよ。何？よしオッケー。あとはこのまま押すと、引きちぎれば勝利ね。ちなみにゴールしたら突っ込むから。どういうことよ？相手に知られたくない。意外と人見知り？そんなわけないでしょ。とにかく相手さんとの会話の時は消えているからね。はいはい、ごゆっくり。参ったでカテツさん、ぶっ飛んだ鉄道会社だな。驚きですよ。それで後追いできたのに買っちゃうなんて。私も驚いているし、こいつも楽しかったんじゃないかしら。その3500系も、きっと楽しく走れたんじゃない？いやーでも悔しいですね。またリベンジしたいです。機会があればやりましょ。その時は車両も相手も違うかもしれないけど。待っていますよ。で、この後どうするの？また眠りにつくわ。それに私の場合、別の車両に乗り移れるから、走りたくなったら自分から走りに行くわ。ふーん、そう。